祝昇格こんばんは。8月4日時刻は午後7時になりました。 NNB48 のジャングルレディオ木曜日。はい、東の都からおてんば娘がどんぶらこどんぶらこ、あっちもこっちももちもちもっちゃん、ありがとうございます。東京都出身18歳、もっちゃんこと浅桃香です。そしてはい、しばキラキラ、砂はサラサラ、じゃあふわりんはふわふわ、ありがとうございます。休みしちゃいけんだです。鳥取県出身、高校3年生17歳、ふわりんこと黒田ふわです。よろしくお願いします。はい、祝昇格ですね。祝昇格ということで、いや嬉しいですね。長いような短いようなでしたけど、短くはなかったんですけど、はい、いやでもいろいろいいニュースがたくさんありまして ね、 昇格の他にも、9期生募集がこの収録日の前日かなんかに発表されまして、ね、また後輩ができるということで、ね、早いですよね。まだふわりんが先輩なんて一番下の気分なんですけどまだね、はい、そして12周年コンサートも決定いたしまして、9月27日から34日間にわたってのコンサートなんですけど、はい、またこれはこれで4日間やばいですね。 長くなりそうですね。今回は夏が長いですね。まだ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 思い出が、はい、いっぱい作れますので、嬉しい。昇格に浸りたいとこなんですけど、はい、そろそろね、いってきて、引き締めて頑張りたいと思いますね。引き締まってる？じゃあ、ね、締まってます。さて、それでは本日もジャングルメイトをお呼びしましょう。今日来てくれたのはこのメンバー。はい、れいちゃんレーダーがみんなの笑顔を見つけ、れいちゃん見つかっちゃった。綺麗で華麗な女性になりたい、滋賀県出身21歳、れいちゃんこと上西れいです。イエーイ、昇格おめでとう。ありがとうございます。どう、発表された時はどんな気持ちでした？いやもう呼ばれるか呼ばれないかの怖さがやばくて、最初私大体名前順だったら一番じゃないですか、で隅の若菜って発表されて、あれってなってこれやばいぞってなって一気に汗止まらなくなって、で自分の名前呼ばれたらもう頭真っ白になっちゃって、もうなんかステージに立ってるのにどこに立ってるか分かんなくなって焦りました。私はなんか最初に紅組が公演してたじゃないですか、でそれで発表があって、いやこれもし赤組だけ呼ばれて私だけ呼ばれなかったらどうしようってすごい不安な気持ちだったんですけど、まあ、とりあえず一旦ライブ楽しもうって思って、そうだね、はい、ブーってなった時に私はもう汗が本当に来たーって、はい、来たかみたいな感じでした。冷静だな、はい、ライブの一番最終日の3日目の、そうです ね、 ね、赤組白組で最後選抜ライブってやってた時に発表されて、私は赤組終わって選抜ライブまでその待ってたんですけど、絶対今白組の子たちドキドキしたいやー、後に来るほどドキドキしますもんね、こういうのって。これ心臓に悪いですよ、本当に。はい、そんなレイさんに早速ふつおたが来ていますので読みたいと思います。ありがとうございます。愛知県にお住まいのラジオネーム小山さんからいただきました。レイさん、もっちゃん、ふわりん、こんばんは。こんばんは。今日のジャングルメイトはもっちゃんが大好きな先輩レイさん、生誕祭ではレイさんみたいになりたいと言っていましたね。はい、レイさんはフロンティアの時の先輩で、先日のコンサートナンバーザール2022でも同じ赤組でした。コンサートでももっちゃんはバキバキダンスのハチノスダンスをはじめ、もっちゃんの新たな一面を披露しファンを魅了しましたね。加入当初はダンスが下手と言っていたもっちゃんと、苦手と言っていたもっちゃんですけど、漏れたもんな姉さんから見てもっちゃんの成長はいかがですか、とのことです。すごいよ。いやいや、私もあのこのライブのレッスン期間で、ハチノスダンス踊ってるもっちゃんを見てえ、あれほんまにもっちゃんって本当に恥ずかしい、そうマネージャーさんに、え、もっちゃんマジでダンス上手くなりましたよねって言いに行って、キレキレでしたよ、見たけど、ほんまに、なかなかできる、ほんまにダンスメンバーが選ばれる楽曲やなって、ダンサブルとかがね、やってる曲やし、
思うし、いっぱい練習したんやね。でも本当に死ぬ気でなんで私なんだって最初本当にちょっと切れながらも練習して4日間、5日間ぐらいかかってフリ入れして、うんうん、もう先輩方にこう教えていただいて、うんうん、まあ、なんとかステージに立てたんですけど、うん、なんか夜にあの、うん、ちょっと遅くにレッスン場行ったりしたら絶対もっちゃんがいて、もう本当に追い込まれてましたね。一緒に2回ぐらい通したもんね。やりましたね。楽しかったね。私あの白組のね、あのライブも見に行ってたんですけど、フーはバリ綺麗なパフォーマンスするような。そうですか。うん、いやなんか、うん、筋肉痛がすごくって、うん、筋肉痛と戦ってたんですよ、うん、実は、うんうん、いやでもそれがちょっとバレてなくてよかったです。全然かっこいい。綺麗でした。うわかっこいい。ありがとう。はい、頑張りましょうな。はい、さてこのジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NNB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日はソーンプロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。NNB48 もっちゃんとふわりんのジャングルレディオ、ドキドキレイちゃんの1分プロフ帳、合わせてもらって。初めてずれましたこれ。はい、このコーナーでは今日のジャングルメイトレイさんのプロフィールを1分以内にどんどん埋めていくことに挑戦します。ただ回答していくだけでは面白くないので、私のターンが終わった後は続けて他己紹介に入っていきます。城西レイのことをパーソナリティの2人がどう思っているのか、どこまで知っているのか、制限時間30秒以内に交互に答えてもらいます。さてどんなプロフィール帳が完成するのか皆さんお楽しみに。うわ今日怖いですね。はい、タコ紹介。タコの真似したのに誰も反応してくれなくて全然見てなかった。はい、それでは参りましょう。レイさんの1分プロフ帳スタート。名前を教えてください。城西レイです。48グループで一番好きな曲は、僕が負けたやつ。好きなお茶の種類は緑茶。おーオーディションの時のエピソードは、ご飯 T シャツを着た変な子がいました。あれ悔しいことや辛いことがあった時の立ち直り方は考えない。NNB48 メンバーで彼女にするなら誰。ミカナ。美容や体型順の普段から気をつけていることは食べ過ぎない。理想のタイプは優しい。アイドルじゃなかったら何がしてみたかった OL。 最近のマイブームを教えて。ゲーム。子供の頃のやるのはミラ。最後の晩餐で何食べたい。塩おにぎり。この夏にしてみたいこと教えて。プールに行きたい。プールに行きたい。すごい余りましたね。なかなかフィニッシュ。フィニッシュ。すごいですね。初めてじゃないけど、答え方がすごく面白かったですね。簡潔でしたね、うん、あ、なるほど、もっと長く答えるんや。いやでも全然いいです。時間内に終わることがベストだったね。はい、はい、それではね、うん、続いて、あ、はい、はい、それでは続いて私からの質問です。もっちゃんふわりんの順番でわからないものはイメージで答えてください。はい、30秒のおまけ質問スタート。レディー。私の第一印象を教えて、もっちゃん。はい、甘々系女子。おじゃあふわりんに質問ね。はい、私のどんなところが好き。面白いけど目がいつもキョロキョロしているところ。やばい、バレてたの。じゃあもっちゃんに質問ね。はい、私の可愛いところは。可愛いところ。声、顔、性格、全部です。ふわりに質問です。はい、今日のパンツは虹色。はい、終了。終了ということで、はい、レイさんについてここから少し深掘りしていきましょう。はい、はい、お願いします。いや、あのオーディションの時のエピソードで、うん、はい、ご飯の T シャツ誰ですか。そうなんです、あの水田しおりちゃん。やかと思ってました今。かなって。多分ね、ダンスオーディションでレッスン着じゃないとね、うん、ダメだったんですけど、はい、多分下体操服かな、で、うん、体操服ぐらい変なズボンで。あのご飯 T シャツを着た子がいて、ちなみにその子は棒立ちでした。そう
なんだ、うん、そう、しおりさんすごいです。その頃からなんかキャラが確立しているというか、自炊してたんですよね。すごいですね。え、私は、うん、何ですかね、この最後の晩餐で何を食べたいで、塩おにぎりって嘘ですよね。絶対これ、あ、嘘やん。え、あれ嘘だ。そんな嘘だった。お母さんのご飯食べたい。あ ー, あー、それは本当に家族のご飯めっちゃいいですよね。そう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 、家族のご飯って何。家族で、家族が作ってくれたご飯。あれ、家族のご飯。ちょっとわかんないけどな。なんか理想のタイプとかが、はい、ね、優しい人っていう、うんうん、こう普通な感じで、ちょっとなんかもっとあの、うん、なんて言うんだろう、うん、もう買おうとかかと思ってた。ちゃんとちゃんと中身が紳士やったら王子様に見える。あ、だんだんこうタイプじゃなくても好きになっていくとかありますもんね。うんうんうん、はい、うん、あるかな。なさそうやね。え、じゃあ逆にレイさんからこう聞いて、なんか気になったのありますか？うん、今日のパンツ虹色ってマジ？これは本当に時間がなかったじゃないですか。うまい、なんていうの、そういうの持ってるんだ。いや、持ってないですけど、無地ですけど。はい、あんまり、あんま聞きたくないな。無地なんだ。はい、無地ですよ。みんな聞きましたか？いや、内緒にしておきます、本当に。秘密で。はい。秘密でいきましょう、これは。他になんか。目、ね、キョロキョロしてたん、バレてたん。なんか結構噛んでいったんですけど、今。あ、そうなんや。はい、でも、なんか、よくレイさんと目合う気がしてたんで。うんうんうん、勘違いかな。え、ロマ自身もめっちゃクルクルしちゃうタイプなんで、うん、あ、確かに、カル言いました。適当か。はい、適当です。適当か、はい、これやっぱり、うん、考えちゃうとちょっとダメだなと思ったんで、私、うん、そうだね、その場のこのノリで言うようにしてます、うん、ここ適当だね、全部、はい、え、でも私レイさんの第一印象めっちゃ甘々系な、うん、なんか女の子、うん、妹っぽい感じだったんです、うんうんうん、一番最初に話したのなんか写真撮りませんでしたっけ、YNN さんのなんか一番最初カッパになった時のなんか時に、え、あのなんかゲームみたいな、はい、ペロペロゲームみたいなやつの時に写真撮ったのを覚えてて、その時のレイさんの印象と今の印象が全然違くて、そう、なんか大人っぽいなって、嘘、最近は大人っぽい、やったー、すごい思いますね。確かに、甘い甘だと思ってたんですけど、すごい大人っぽくて、もうみんなあの頃から随分成長して。そんなお披露目の次の日にカッパの格好をさせられると思ってます。あんまりしたくないですね。はい、ということでそろそろ、はい、どう、はい、私のこといっぱい知ってもらいましたか。はい、はい、知りました。虹色、はい、これからもいっぱいお願い。虹色と無地ね、はい、ありがとうございます。はい、以上、ドキドキレイちゃんの1分プロ不調でした。7月に開催された NMB48 ナンバーザール2022でソロで歌わせていただいた曲です。まゆゆさんの可愛い歌声にも注目して聴いてください。渡辺まゆさんでシンクロときめき。上昇班、君と刻む
キドキしてる？じゃあ今さ、もっとドキドキすることしよう。この息のお時間です。このコーナーでは毎回さまざまなことに挑戦していきます。今回はメロディークイズ NMB48 のてっぺん取ったんで、今回は NMB48 の楽曲を当てるイントロ、中トロ、アウトロのクイズを行います。メロディーが流れたらその後に手元のホワイトボードに答えを記入してください。一斉に答えを発表し、より得点数の多い人が勝利となります。リスナーの皆さんも一緒に考えてくださいね。はい、わかるかな。一番苦手なんですよね、イントロクイズ。イントロクイズ、こう頭ではあこれだって分かっても、うんうん、こうなんかいざ発言っていうか、ね、うん、そうそうそう、タイトルが出てこなかったりする時ありますので、ちょっと今日は、ね、やったことない曲とかも結構あるような、はい、確かにそうです、ね、まだありますよね、はい、うん、ちょっとでも私は勝ってみたいですね今日は。多分勝てないと思うので、はい、それでは参りましょう、はい、メロディークイズ NNB48 のてっぺん取ったんで、第1問はこのイントロ。はいはい、はい、あれこれちゃんと漢字じゃないけど、あのカタカナとかも、はい、合ってないとダメですよね。これ当たり前じゃないですか。はい、書けました。余裕ですねこんなの。はい、これちょっと、はい、なんかもうちょっと隠すとかない？あーなんかこうやって本当だ、本当だ、はい、では答えを発表します。せーの、じゃん、ほんまにサンキュー、ほんまにサンキュー、おー、ちゃんと合ってるぜ。これそう、書き方も一緒ですね。そうです、ほんまや、ほんまにサンキューや。うわ、どういうこと？うわ、ほんまにサンキュー。まあまあ、これはまだ序の口ということでね、知ってるやつで分かったよ、はい、結構独特な、そうですよね、うん、ちょっと歌謡曲っぽくないですか、うん、歌謡曲、はい、確かにね。はい、じゃあね、続いて参りましょう。次もイントロだった。はい、じゃあ続いての、はい、イントロクイズ、イントロクイズ NNB48 のてっぺん取ったんで、第2問はこのイントロ。うわ、あ、これ待って、漢字が分かんない。え、ちょっと待って、漢字分からへん。あれ漢字強い、ふわには。え、漢字強いの？そうですよ。え、意外すぎやねんけど。漢検とか持ってるの？いや、持ってないですけど。え、どうやってやるんだっけ？え、ちょっと本当にわかんない。国語の点数いつも90。なんか奇跡的に思い出した。やばいやばい、天才だ。やばい、これ点つけるっけ？いや、わかるそれ。あれ？はい。はい、書けました。答えを発表します。はい、せーの、じゃあ恋愛被害届け。恋愛被害届け。え、あった。あ、待って、これはどっちですか？必要なんですか？うわー、トドで割っちゃってるよ。トド必要だっけ？恋愛被害トドでした。うわー、難しい。じゃあふわとれんさんが2問目正解ということで、ダメだよ。じゃあ続いてはね、はい、メロディークイズ NNB48 のてっぺん取ったんで、第3問は中トロー。ないないない、あー、バカった。え、無理なんですけど。待って、書かれへん。え、いや、曲は多分わかるんですけど。え、でもこれさっき2問目より簡単じゃないですか、漢字的に言ったら。漢字なんかある？え、あるあるある。え、何？え？ちょっと漢字って最初、え？漢字あるよこれ。え？え？なんて？怖いんだけど。ありますよね。いや、あるけど。
そんななんか、え、あ、そんなね。はい。関係とかが出てくる。では、答えを発表します。せーの、じゃん。ハウスメイトで、なんかないじゃん。よく全く違う。全然違う。めっちゃ焦った。これ漢字とかある？まあ確かにね。苦しい感じじゃない。そんなじゃん。ハウスグッド。一応英語なんですよね。本当だ。おもろい。では続いてのメロディークイズ NNB48 のてっぺん取ったんで第4問はアウトロー。うわ簡単や。え、めっちゃ優しい。これちょっとフーガたちのことを甘く見すぎだと思いますよ、うん、そうだね。あの漢字が、あ、漢字、え、これだけは分かってまあこれはもうやり込んでますから頭に染み付いてますよね。いや本当に一瞬分かんなかったけど確かにOK はい、書けました。はい、では答えを発表します。せーの、じゃん。恋たいのその間にはやった。変だよね、やっぱり風みたいに、ね、思ったよ、私も何か変だなって。はい、今のところまだまだ確認するないんですけど。じゃあ続いて、メロディークイズ NNB48 のてっぺん取ったんで第5問はこのアウトロー。なんだっけこれ、え、何これ。思い出した。待って、一番興奮してる。え、分からへん。待って、もう一回欲しいです、はい、ちょっとダメですよ。え、これ分かんないならもう本当に NNB48 ってやめた方がいいと思う。やばい、これやばい、これ分かんなかったの本当に。待って待って、お願いヒント。少ない曲ですか。え、少ない、これはめちゃめちゃ大切な曲ですね、うん、大事大事、大切な。待ってください、待って、お願いです。じゃあちょっとまだね、そうですね、雑談してきます。そうですね、これちょっと ヒントというか、うん、なんかちょっと、まあ、思い出の曲ではありますよね。あ、全員、いや、まあでも帰省、最後の方の帰省はほとんど思い出だと思いますね。ご帰省さん、次ぐらいからは。え、じゃあ、答えれんくてもいいか。それは違う。それはちょっとやめてください。結構やりましたよね、これは。コンサートとかでも。結構やりますね。うん、はい。あ、これこれこれはずるいよ。これはずるい。ちゃんとこれ流れる前に書き出してた。では答え発表します、はい、いきますよ、せーの、じゃん。夢は逃げない。これわかんないって言い始めた時はもうほんと怖かったですね。夢は逃げない、本当に練習するんだ。夢だけはダメだよ、分かってないと。夢は逃げない、はい、強いかもしれないな。はい、じゃあ次ラストですね。はい、じゃメロディークイズ NNB48 のてっぺん取ったんで第6問は超スーパーイントロ。わかんない、わかんない、わかんない、わかんない。え、今流しました、ほんとに。あーあー、なんだっけ、あれ、あれ、あー、わかった。あ、また変な書き方しちゃった。やばい。え、待って、書けるかな。これちゃんとあの小文字、大文字、ちょっとヒントやめて。オッケー、書けました、書けました。では答えを発表します、せーの、じゃん。恋なんかノーサンキュー。え、絶対ここ小文字。え、てかビックリマークいるくない、いらん。うわー、いや、私は迷った、迷った。で、これどれが、じゃあフマが正解ですね。やったー、悔しい、これ分かったのに。クリマークか、はい、これどうせキューって覚えておいた。クリマークじゃないよ、サンキュー。いいか、ビックリマークかとか言って、私なんです私。え、フリー、そうなんや、ノーだけですよね。確かにサンキュー大文字で書きたくなりましたね、フリーを最初に。なんか A の書き方すごい特殊だね。え、
なんか、み、みたいな。ちょ、み。重い、かわいい。これおすすめですよ。恋の描き方だけはずっと変なんですけど。でも、こう見るとなんか結構恋入ってるの多いですね。そうだね、確かに。恋ソング？はい。じゃあ、最後にね、はい、おまけ問題です。この問題を勝利すると、逆転1億ポイントが入ります。これ勝負じゃないよ。この後曲のイントロ前のメロディーが流れますので、はい、分かった人から曲を歌い出してください。そのままサビ最後まで歌い切れたらポイントゲットです、うん、それでは最後はこの曲。だけどプリンス不細工もイケメンも同じかと、そう恋に落ちてはブラインド、誰が何と言ってもゾーンだって、彼は鬼は私がハマったドリアン少年。はい、ドリアン少年でしたね。ちょっとさ、歌詞が最近やりましたよね、コンサートで。テンションが上がっちゃってね。ああ、なるほど。これでさ、一応煽りとかもやられてますね。そうやな。すごい盛り上がる。はい。これ、これ、ねえ。え？何ですか、今の。答えないと。え、すごいな。全然わからんかった。まだ昼なんでね、寝ぼけてる可能性高いじゃないですか、一つ。すごいフォローの仕方。はい、おお、ふわりんの優勝だ。やったいや、これは聞いた甲斐がありましたね。悔しい、めっちゃ悔しい。次からセンター引きずり下ろす。そんなに一番悔しくないんですよ。結構。はい。ということでね。はい。はい。さて、皆さんは、何問正解？何問正解しましたか？はい、次はどんなゲームをするのか。ということで、以上、ジャングルチャレンジでした。NMB48 のふわりんこと黒田ふわです。番組へのメッセージは jro-thu@esfm.jp まで、ハッシュタグジャンレディモクでの実況ツイートもお待ちしてます。ジャンレディモク、絶対聞いてな。ジャングル楽屋ニュース。ここからはジャングル楽屋ニュースのコーナーです。このコーナーは私たちが集めてきた NMB48 メンバーの楽屋ニュースを勝手に発表しちゃおうというコーナーです。それでは早速私から始めます。ふわりんのジャングル楽屋ニュースは逆おかしまです。おー、はい、おかしま、はい。私よくあの、うん、公演とかで劇場に来るんですけど、うんうん、その時にもう毎回と言っていいほど、うん、あの共有スペースにお菓子が置いてあるんですよ、うん、あるね。しかも大量に。うわ、誰だか分かった。え、誰と思って聞いたら、うん、もうシオンがこんな、でっかい紙袋を持って毎回こう自分で食べれないからっていう理由でお菓子を持ってくるんですよ、うん、でも、うん、それはいいんですけど、うん、もうカロリーが高いんですよ、ね。はい。本当に。結構なんか和菓子、和っぽい感じの、そう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 、で、砂糖がめっちゃ使われてるお菓子とかあったりして、うん、美味しいんだけど、うん、ちょっと逆に、うん、その、太らせるというか、そうなんだよね。はい。美味しいけど、みたいな感じで、ちょっとネーミングをつけさせていただきます。今日今の、今あるのも。あ、そうです。あれもシオンです。あれカロリー高いんやん。はい。あれは高いですね。私もかりんとう3つもらったんですけども、うんうんうん、あの、お腹が膨れて膨れて、砂糖がすごかったんで、うん、はい。でもなんか、シオンがくれたやつに対して、うんうん、あ、これ美味しいって言ったら、もう1個食べ、もう1個食べってくるんで、あ、そうなんですよ。あー、いいねって言って、最近はちょっと。大阪のおばちゃんや。もう1個食べ、もう1個食べって言って、ずっと進めてきます ね、シオンは。それがちょっと逆に困ってます。はい。太らないんじゃないですか、でも。うん、いや、太りますよ、そんな。謙遜するなって。いや、それちょっと一番気まずいので、次に行ってください。はい。はい、じゃあ続いてレイさんから楽屋ニュースお願いします。それでは続いてレイちゃんのジャングル楽屋ニュースは
お揃いパンティーです。またパンティー。この回ダメだ。え、あのね、7月に、はい、あの南ハーサちゃんが卒業されたじゃないですか、うんうん、 そうですね、その時に小島かりんちゃんとハーサちゃんと何で笑ってもうなんか予想つきます。なんか私でなんか表には出してないけど、うん、意外と仲良くて実は、うん、で、あのいつも私パンツいじられるんですけど、ね、今日のパンツどんなんなんみたいな聞かれて見せて、うん、そしたら驚いてかりんちゃんが、え、にじるですか。あんたよそれは。驚いて、うん、え、待って、おそ同じかもって思って、えー、かりんさん、同じパンツ履いてて、そしたら、でその話してたら次ハーサが来て、え、私もね。言って、ね、あのコンビニで買ったパンツやって、ね、3人とも。ちょっと待って、やばい。コンビニでパンツ。今日一、今日一やばい。そんなことあるんですね。そう、3人とお揃いしたい方はコンビニでパンツ買ってください。アイドルコンビニでパンツ買うのやだな。やだ。いや、すごいね。そんなことあるんですね。3人ともコンビニでパンツを買うっていう。よかった、なんか真っ赤のパンツとかじゃなくて。はい、はい、じゃあね、最後もっちゃんからお願いします。はい、はい、もっちゃんのジャングル楽屋ニュースは緊張。おお、これはですね、あのコンサート始まる前にあのオーバーチャーかかってたじゃないですか、うん、あの時に私いつも口癖でやばい緊張してきたって言っちゃうんですよ。でそれに対してあのミユがすごい怒るんですね。なんでそういうこと言ってくるの、緊張するじゃんって怒ってくるんですよ。でそれを毎回私なんか忘れちゃうんですよ。なんかその言わないでって言われてることに対して毎回忘れて、応援中テンション上がるから、そう、ミユの腕つかみながらやばい緊張してきたってまた言っちゃって、もう意地悪でしょみたいな、めっちゃ怒られて、本番前ちょっとあの嫌悪、嫌悪、嫌悪ムードになりながら出たんですけど、でまたそのちょいちょい間とかあるじゃないですか、うんうんうん、コンサートの。で、また緊張してきたって言っちゃって。それはほんまに緊張してんの？なんか多分口癖なんですよね。あの、なんか毎公演の時、うんうん、言ってます。そうなんだよね。毎公演めっちゃ緊張してる。だから本当に悪いなって。ちゃんと直していかないとね。そうですね。はい。本当悪いなって思ってます、私も一応。思ってますか？はい。ごめんなさいっていうお詫びにコンビニのパンツあげた時。4人でお揃いにしましょう。どんどんお揃い増やしましょう。はい、はい、それでまた面白いネタがあったらこのコーナーで発表しますのでお楽しみに。ということで以上、ジャングル学園ニュースでした。君パソコン、スマホからは FM プラプラでダウンロードしてぜひ聞いてくださいね。ジャングル575ジャングル575のコーナーではリスナーの皆さんからいただいた私たちやジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。そして一番良かったベスト川柳に選ばれた方に私たちからメッセージをプレゼントしますので、皆さんどしどしお送りください。はい、はい、ということでですね、はい、今日は、うん、今日もたくさん紹介していきたいところなんですけど、うん、はいはい、先ほどのパンツ話で盛り上がりすぎてしまって、はい、ちょっとね、あの紹介しきれなくなってしまったので、ほどほどにこれからパンツ話をしていきたいと思います、はい、そうだね、はい、盛り上がりすぎ注意ということで、はい、はい、では早速ね、最初の作品から紹介していきます、はい、ショー、はい、紹介したいと思います。ラジオネームモティさんからいただきました、レイさんをテーマにした作品です。では一句。レイちゃんの夢は私の夢である。先日行われた先日行われたナンバザール2022選抜コンサートにて、上西レイちゃんの S かわいいさんのレギュラーモデル決定が発表されました。発表された時、会場で見ていて思わずガッツポーズが出ました。加入当初からのモデルになるという夢は私たちのファンの夢でもあったので、あの瞬間は一生忘れられません。夢を叶えるレイちゃんはすごくかっこいいし、人の夢を応援する素晴らしさを教えてくれたレイちゃんは自慢の推しメンです。これからもレイちゃんの夢を応援させてください。大好きです、そのことです。ありがとうございます。おめでとうございます。すごい、 S かわいいで、ね、びっくりしました。私も、すごい、すごい本当に、はい、モデルさん、うんうん、いいです ね、はい、ね、モデルさんなりたい人多いですもんね、うん、確かに、なんかそういう子たちの、うん、
架け橋に架け橋架け橋そうですね、なんかなれればなって思います、ね、頑張ります。あの身長が低くてもモデルになれるということを教わりましたので、うん、追いかけていこうと思います。はい、ちっちゃいもんな。でもポージングとか結構苦手なんですよね。なんで私得意です。確かにね。はい、次行きましょう。なんか下手そうやね。はい、はい、じゃあ続いて私が読みたいと思います。はい、京都府にお住まいのはるさんからいただきました。もっちゃんをテーマにした作品です。はい、では一句。ついに出たセンターポジエの下克上。もっちゃんは7月7月17日のなんば笑顔開花宣言公演の MC でリセットされる公演のセンターポジションを目指すと公言しました。その力強い宣言にはファンとして大いに応援しますし、もっちゃんなら絶対にできると信じています。今のもっちゃんには勢いも運もあるのです。ちなみに当日の公演のラッキーナンバーターゲットでは、もっちゃんのその運のおかげでミニタオルが当たったのはラッキーでした。すごい。いや、ありがとうございます。かっこいい。そんな宣言したの？そうなんです。いや、なんかあんまりセンターに立ちたいとか、うん、なんか公演でのセンターとかって、うん、なんか言うべきじゃないのかなとか思ってたんですけど、うんうん、あの B2 公演として今後やっていくことになりまして、うんうん、まあどうなるかわかんないんですけど、うんうん、序列とかは。なあ、今は3番手のポジションをやらせてもらうことが多くて、いや、これは一番目指さないとっていう時期になってきたので、うん、あの初めての公演センターをやりたいなと思って言わせてもらったんですけど、ちょっと勇気がいりましたね、うん、センターを立ちたいっていうのは。いいですね。いや、楽しみにしてる人多いですよ、絶対。そうですね、うん、頑張らないとって、はい、みんなでバチバチになって頑張りたいと思います。バチバチの顔じゃないのね。ちょっと寝ぼけ気味ですけど。優しい雰囲気。それだけ、はい。公演ラッキーナンバーターゲットって何？なんかありますよね、うん、最後にナンバー笑顔開花宣言公演でしかない、なんかあの座席表にボールを当てて、当たった人がミニタオルゲットみたいな。すごっ。あ、研究、あ、その B2 でその公演して、はいはい、そうなんですよね。すごい。飛行機雲を歌ってるんですけど、うんうん、その時に使ってるタオルと同じ柄のミニタオルが、その抽選で当たるんですよ。最高やん、今度行くわ。お客さんが私、はい、バレますね。意図的にそこに投げると思います、ね、やった、はい。はい、じゃあ続いて、東京都にお住まいのラジオネームハムテルンさんからいただきました。ふわりんをテーマにした作品です。ではいく。セクシーにティーチャーティーチャー舞い踊る。先日開催されて開催されたナンバーザール2022の白組のライブにユニットコーナー、ふわりんは AKB48 さんのティーチャーティーチャーを披露していました。1日目は絶滅黒髪少女の衣装、うんうん、2日目はもう裸足になれないの衣装だったのですが、どちらもセクシーかつかっこいいパフォーマンスで素晴らしかったです。ちなみに2日目に衣装が変わったのは衣装トラブルがあったのと、同じユニットをしてた他のメンバーの衣装とバランスの問題だったそうですが、もっちゃんは1日目の絶滅黒髪少女の衣装がお気に入りだった様子。ライブでの翌日のショールーム配信中にふわりんから衣装が変わった経緯を聞いたもっちゃんは小声でクソ、あれエロくてよかったのにと小声で言っていました。本当に私はこの配信を見て、はい、何これと思って、なんかその衣装もともと知ってたんですけど、うんうんうん、あんなになんかすごいとは思わなくて、うん、ふわだけ黒髪の衣装やったの？そうだったんですよ。なんかその時に希望ができるんですよ、うんうん、この中から、あー、行きたい衣装、はい、うんうん、で私は黒髪の、あ、でも、うん、ちょっと勘違いが起きてたみたいで、うん、その時点で私は制服の方の絶滅黒髪少女の衣装を希望してたんですけど、なるほどね、勘違いであの黒い方になってしまって、はい、エロいやつで、いや、でもあれなかなか着る機会ないからね。いや、そうなんですよ、貴重な、逆に初めて見た、はい、よかったですけど、どっちも似合ってましたよね。ちょっとなんかね、悲しかったです。2日目、いや、もっちゃん防御されてたんで、いろいろ、うん、確かに、もう防御しまくりました。もっちゃんに見られてると思ったんで、配信ちゃんと見ましたんで、はい、はい、はい、それでは続いてね、はい、最後読みたいと思います。大阪市にお住まいのラジオネームおぎおぎさんからいただきました。レンさんをテーマにした作品です。では一句。さっきから言いづらいんだよな。
ときめいたトップアイドルシンクロ中。ナンバザール2022選抜コンサートにて、まゆゆこと渡辺まゆちゃんのソロ曲シンクロときめきを披露してくれたれいちゃん、素晴らしいパフォーマンスだったので、まゆゆからオタクを始めた私はテンション爆上がりでした。2番目のドア公演でも渡り廊下走り隊の完璧グーの音を担当していたし、れいちゃんには最強アイドルの称号を引き継いでもらいたいです。おー、ありがとうございます。シンクロときめき見ました。いや嬉しい。待って、私5回ぐらい見たんです。結構これ本当なんですよ。私、ま、本当に可愛くてお姉ちゃんにも見せちゃったぐらい、本当に何回も見てて大好きなんです。嬉しい。そんな、そう、私ユニットで何したいって言われた時に、中の MC でシンクロときめきしたいですって言ったんですよ。そうなんよ。絶対指針ですよね。待って、今初めて知った。だからびっくりして、なんでと思って、なんで伝わってるんだろうとか思って、勝手にもういろいろ勘違いして5回ぐらい見ましたね。可愛いですね。嬉しい。でもまゆゆさんの曲はすごい声があって、自分の声と合うなっていう曲が多くて、可愛い声って感じですよね。まゆゆさんやりやすくて、やってな、ちゃんとあの感想の萌えゼリフも言ってね。楽しみ。引き継がないといけないです。衣装もなんかフリフリで可愛いです。可愛かった。もっちゃんにも似合いそうだな。似合う似合う。あの裾をちょっと短くて。あんま変わらない。ドレスみたいにならない。ドレスみたいな、ね。確かに私が着る。はい。そうですね。はい。じゃあということでね。はい。はい。今回のベスト川柳はどうしますか？いやー。いやでもやっぱあの、エロティックな、エロティックできますか、おっちゃんのね、やっぱりおつおじが出たね。くそってやつですね。はい、ということで今日のベスト川柳は、フワニンをテーマにした東京都のお住まいのラジオネームハムテルンさんからの作品で、セクシーにティーチャーティーチャー舞い踊るとなりました。せーの、おめでとうございます。ではフワからメッセージのプレゼントです。ハムテルンさん、準備はいいですか？では 3,2,1,9 ハムテルンさんも一緒にティーチャーティーチャーを踊りましょう。ちょっと噛んじゃった。以上、ジャングル575のコーナーでした。皆さんいかがでしたか？NMB48 もっちゃんとふわりのジャングルレディオ。いや早かったですね。早かった。早かったです。エロティックな話題が多くて、いやふわが意外とそっち系もいけるっていうのとそっち系しかいけないですよ。そっち系しかいけない。誤解を生むことは言わないでください。もっちゃんはでもいけますね。もっちゃんはもうそこまで深い、そこまで一緒だからね。よく話してるじゃん。いやいや話してない。入れてほしいね。大変なことになっちゃう。はい、ということでもうお別れの時間が迫ってきました。明日金曜日のジャングルレディオは騒音プロジェクトさんがお送りしますのでお楽しみに。また深夜1時からはリピート放送もやってますので、そちらもぜひお聞きください。レイさんもぜひまた来てください。はい、来ます。お願いします。お願いします。それでは、ジャングルレディオ木曜日、お相手は NNB48 の浅尾桃子と黒田風は、そしてジャングルメイトは城西レイでした。それではまた来週。最後はモチフは胸キュンタイム。今日はレイさんお願いします。3、2、1。最後まで聞いてくれてありがとう。この後は二人きりで何するんだろう。何するんだろう。二人きりで